今回は女武士道のすすめをキーワードとして、平塚雷鳥の原始女性は太陽であったを素読します。まずこの平塚雷鳥の原始女性は太陽であったで有名な征東創刊号の関東文には、与謝野晶子がそぞろごとという詩を書いています。読んでみます。山の動く日来たる、各家ども人我を信ぜち、山はしばらく眠りしのみ、その昔において山は皆火に燃えて動きし者を、されど祖は信ぜずともよし、人よ、ああただこれを信ぜよ、すべて眠りし女子、今ぞ目覚めて動くんなる。与謝野晶子は時代を破る奔放かつ大胆な女流歌人であります。恋や官能を歌って、女性としての感情や自我を解放する一方では、君死にたもうことなかれのように国家批判、戦争批判を堂々と行っております。同時に子供を11人も産み育てたたくましい母でもありました。これは男性には絶対できないことですから、ただただ尊敬するばかりです。私は日本の女性は明治になり、与謝野晶子や平塚雷鳥の登場を待って、やっと強くて開明的な女性が出現したわけではないと思っております。もともと日本の女性は強くて開明的で頼りになる存在であったのだと思います。それがまさに平塚雷鳥が言うように、原始女性は太陽であった、神聖の人であったなのだと思います。新渡戸稲造も武士道の中で女性の地位について概略次のようにも書いております。大名や公家、そして平民大衆たる農工商の階級においては、夫婦の地位は平等であった。そして武士階級においても、女性の価値は戦場においては評価されなかったが、家庭においては完全であった。また古代ローマ帝国のローマ人が母としての婦人の前に身をかがめたと同様、我が国においても母たる婦人には絶大なる尊敬の念を抱くとともに、敬意といたわりを持って遇してきた。このように社会的には時代により種々制限はあったものの、もともと女性は母性として尊敬の対象であったわけです。あとは男性同様、自分固有の才能に気づき磨き大いに伸ばして開花させ社会に還元できるように努力すべきは、男女の性差に関係なく一個の人間として当然なすべきことであることは言うまでもないことです。まさに今こそ女性は平塚雷鳥が言うように、
自己の才能に目覚め、伸ばし、発揮すべき時なのであります。この夏のロンドンオリンピックでの日本の女子選手たちの大活躍ぶりは、感動的で素晴らしく、実に見事なものでありました。このように女性にはオリンピック同様、政治、外交をはじめ、文化、学術、そして会社の経営と、ありとあらゆる分野において、ぜひトップリーダーになっていただきたいのであります。特に世界平和を具体的に実現するためには、世界各国とも政治のトップリーダーたちにはぜひ女性についていただき、大いに議論し、そして具体的に交渉していただくのが一番の近道であると考えております。なぜなら、すべての女性は平和の中でこそ愛しい我が子を産み育てたいと願うはずだからであります。もちろん社会の子育ての環境整備を完璧にする施策が最優先課題であることは当然でありますが、ぜひ結婚なさってください。そして子供を産んでいただきたいと思います。女性に子供を産んでいただかなければ、我が国の未来はありません。それでは次に、平塚来町の原始女性は太陽であった政党発刊に際しての素読を行います。抜粋を素読します。私は無闇と男性を羨み、男性に真似て彼らの歩んだ同じ道を少しく遅れて歩もうとする女性を見るに忍びない。女性よ、芥の山を心に気づかんよりも、空虚に充実することによって自然のいかにまったきかを知れ。しからば私の願う真の自由解放とは何だろう。言うまでもなく、潜める天才を、偉大なる潜在能力を十二分に発揮させることに他ならぬ。それには発展の妨害となるもののすべてをまず取り除かねばならぬ。それは外敵の圧迫だろうか、はたまた知識の不足だろうか、いな、それらも全くなくはあるまい。しかしその主たるものはやはり我そのもの、天才の所有者、天才の宿れる宮なる我そのものである。我、我を有利するとき、潜める天才は発言する。私はすべての女性とともに潜める天才を確信したい。ただ唯一の可能性に信頼し、女性としてこの世に生まれきたって我らの幸いを心から喜びたい。私どもの救い主はただ私どもの内なる天才そのものだ。もはや私どもは寺院や教会に仏や神を求めるものではない。私どもは
もはや典型を待つものではない。我自らの努力によって我が内なる自然の秘密を暴露し、自ら典型たらんとするものだ。私どもは奇跡を求め、陶器彼方の神秘に憧れるものではない。我自らの努力によって我が内なる自然の秘密を暴露し、おのずから奇跡たり神秘たらんとするものだ。私どもをして熱烈なる祈祷を、精神集中を不断に継続せしめよ。かくてあくまでも徹底せしめよ。潜める天才を生む日まで、隠れたる太陽の輝く日まで、その日私どもは全世界を、一切のものを我が物とするのである。その日私どもはただ我独尊の王者として、我が吉備すもて自然の神格に自尊自立する反省のようなき神聖の人となるのである。そして孤独赤霊のいかに楽しく豊かなるかを知るであろう。もはや女性は月ではない。その日女性はやはり原始の太陽である、神聖の人である。以上で素読を終わります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。